皆さんこんばんは、首都圏反原発連合のミサオ・レッドウルフと申します。原発事故から10年、福島第一原発事故から、明日で、丸10年になります。まずは震災やあと原発関連ですね、原発事故関連でお亡くなりになれなった皆様に本当に心よりの、ご冥福を、お祈りしたいと思います。それから震災や地震で被災された皆様、そしてやはり何よりも原発事故の直接的な被害者であるといえる避難をされている皆様に心よりのお見舞いを申し上げます。原発事故によって避難された皆さん、今現在避難区域からはまだあと2万人の方が戻られていないというふうに報道されています。その他にですね、自主避難された方、こういった方を入れたら、いまだに10万人の皆さんが今までの住まいに戻れていないという、こういった状況なわけです。10年経ってもそういったことで、十進法なので、数字的には10年というのは一つの区切りではあるんですけども、やはりそういった皆さんにとっては、まだまだ10年という区切りはない。原発事故からまだまだ地続きであるというふうに私は言えると思います。それから福島第一原発もまだまだ廃炉がちゃんと進んでない、計画通りに進んでいません。こういったことをね、10年経っても振り返ってもまだまだ地続きであるということは心に本当にはっきりと持ってこの10年目を迎えたいと思います。今五輪が東京五輪ですね、開催危ぶまれてますけども、この五輪誘致するときに、安倍首相が福島第一原発事故はアンダーコントロールっていうことを、これ大嘘なんですけども、世界に向けて、虚偽の発信をしました。それによって東京五輪、開催ということが決定したわけですけども、まだまだ私はそういった先ほど申し上げたような、10万人の皆さん、そしてまだやはり復興してない地域たくさんあると思います。これね、復興五輪というふうに銘打ってますけども、やっぱそういった皆さんを取り残して、私は東北全域の復興はならずと、これは本当に強く言いたいと思います。原発事故から10年で被害者の皆さんまだまだ大変な思いをされている。そういった中で、じゃあエネルギー政策はどうなったんでしょうか。10年経った今、日本は原発維持推進政策でそのまんま来ています。一時期2012年ですね、民主党政権の時には2020年代の原発ゼロっていうことが、2030年代すいません、これ政策が決まったわけですけども、同年の暮れにですね、今の自民党政権に変わって、安倍政権に変わりました。それから2014年のエネルギー基本計画で、原発は重要なベースロード電源であると、こういったふうにね、決められてしまって、そこからしばらく原発動いてなかったんですけども、仙台原発再稼働しました。2015年でしたか、よく覚えてますけども、私もね、原発の再稼働、最終的には立地自治体の県議会が、合意しないと、稼働できないんですけども、その、県議会も傍聴行きましたし、もうたくさんの方来てました。仙台原発が再稼働されるときに、ゲート前の抗議集会にも参加しました。この時は鎌田聡さんや、菅直人元首相もね、ゲート前で、スピーチをされてました。そういったような、ことでですね、そのまま、現在まで、自公宣言によって原発は維持推進されているということ。あと、やはり今懸念されるのはですね、菅さんがカーボンニュートラル宣言をしたことによって、CO2 を出さない、原発を活用するべきだということを、族議員や、推進派が、声高になっているわけです。今年の夏には第6次エネルギー基本計画が、策定されるんですが、そこにね、前政権さえ世論に遠慮して入れることができなかった原発の新増設やリプレイスを入れるかどうか、こういったところが焦点になると思いますけども、これはもう断じて認めてはいけないというふうに考えています。
本当ね、日本がこういったような原発事故から10年経っても、原発推進してるわけですけども、ドイツでは、先日、2022年の脱原発は、順調に進んでいると。世界にも、世界各国にも、脱原発を呼びかけていきたい。そして、脱原発によって、損失を被る、4つの電力会社、原発を持っている電力会社に対して補償をする、そういったことを発表しました。本来ならば、福島第一原発事故を起こした日本こそが、世界に向けて、脱原発をリードすべき、絶対そういった、立場だと思うんですけども、今のこの日本のエネルギー政策に関して、私は本当にこの国に、ね、住む有権者の一人として非常に恥ずかしいと思ってます。しかしですね、政府の方は必死で、推進してますけども、じゃあ、社会の市民の、動きはどうだったのかというと、3.11 福島第一原発事故の後で、全国各地で、多くの、デモが起きました。その中には、3.11 前には社会運動、市民運動に参加したことのなかった方たちが、本当に大勢の方が、原発事故を見ても原発は危ない、いらないということを、訴え始めたんですね。それで東京でも毎週末ぐらいにデモが起こっているのを見て、私はまあその2006年頃からそういった脱原発のデモとか集会をしてたんですけども、まあそういった人たちでね、みんなで力を合わせて声を出していかないといけないと思って、声をかけて結成したのが首都圏反原発運動です。で、その2012年の秋に結成して何個かアクションしたんですけども、そのちょうどその頃に大井原発を再稼働するかということがあったんですね。まだ民主党政権の時です。で、その大井原発の、まあ、技術的な側面の試験、これは稼働してもいいのかどうかっていうことを、経済省の方で専門家たちが、まあ、会議をしたわけです。で、そこで私たちはその、経産省の前で、大井原発は動かしてはいけないっていう抗議を、始めました。何回も何回も、経産省の前でやったんですけども、その、会議では、じゃあ、いいですよ、動かしてもいいっていう専門家たちがね、お墨付きを出したもので、じゃあ次の段階ということで、今度は政治判断が必要なわけです。それで、当時の民主党政権の野田首相を含む4閣僚が、首相官邸の方で、大井原発を動かすかどうかっていうことの、まあ、会議をするという情報が入りました。それが3月の末です。2012年の3月の末。それで私たちは抗議の場所を、まあ、経産省から、首相官邸の前に移したという、これが2012年の3月の末、再稼働反対首相官邸前抗議という名前、金曜官邸前抗議とも、金曜デモとも言われてますけども、まあ、それの第1回の始まりというわけです。で、それから、私はね、2006年頃から原発の問題やってますので、まあ、こういったことはウルトラシーでね、不公正なこともバン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 進めていくだろうっていうふうに思ってたんですが、まあさすがにやっぱり事故があったので、閣議決定、稼働するってことになったんですけども、2ヶ月かかりました。毎週毎週講義を続けていって、で、まあ人、最初は300人から始まったんですけども、だんだんこう人が増えていったんですね。そして一番増えたところが、やはり野田さんが、大井原発を再稼働しますよっていうところで、バンと参加者が増えて、まあ、10万人とも20万人とも言われている人たちが官邸前を、埋め尽くしたと、まあ、そういったような、流れで、2012年の、夏、本当に社会みんな脱原発、原発いらないっていうふうに、訴えてていたような、まあ、そういった、夏だったという記憶があります。で、今日ね、この後映画、首相官邸の前で、小熊英二監督、この作品をね、流すのですが、この首相官邸の前でという、この映画については、今私がお話ししたような、私たちの首都圏反原発連合の動きだけではなくて、原発事故の後、どういったことが起こって、市民が、どういうふうに動いていったかっていう、そういった、貴重な、記録になってます。これね、今日流すのはですね、ちょっと短い短縮バージョンなんですけども、こちらの方はこのブックレット、本、書籍がついて CD がついているということで、まあ、こちらが全編ご覧いただけますので、
ね、今日見ていただいて、もっと見たいって思ったら、ちょっとこれもね、手に取っていただければと思います。まあ、そういった感じでですね、今日は、この映画首相官邸の前でを、制作されました、歴史社会学者の小熊英二さんゲストに、お迎えしてますので、ちょっと30分ぐらいですね、いろんなお話を、伺ってみたいと思います。小熊さん、お願いします。はい、小熊です。こんばんは。今日よろしくお願いします。お願いします。今私も10分ぐらいたっぷりお話しさせていただいたので、まあ、ここからは私が小熊さんに対していろいろ質問をして、進めていきたいなっていうふうに思ってます。まずはですね、やはり映画について、伺おうと思います。これもおそらくまあいろんなところで聞かれたと思うんですけども、この映画を作ろうと思った動機について最初にちょっと伺いたいと思います。まあ、私は2011年の4月、まあ、東京で脱原発のデモンストレーションの運動が始まった時から、うん、まあ、つかず離れずというか随伴してたわけですけれども、私はとてもこれは歴史的に見て日本の社会の中で、かなり画期的な動きだと思いました。で、また、その、自分でですね、これは記録しておくべきだと思ったんですね。というのは、私60年代の、運動、60年安保でありますとか、あるいは68年の運動ですとか、そういったものを研究したことはあるわけですけれども、あんまり記録が残ってないんです。というのは、労働組合の記録とか、政党の側とか、警察の側の記録っていうのはあるんですが、運動の参加者とか、の記録っていうのはあんまりない。自発的なグループもいろいろ参加したはずなんですけれども、あまり記録は残ってないんですね、はい。で、何を考えて参加したのかとか、どういう動きがあったのかっていうことは、大きな組織の側は記録しますけれども、自発的参加をした人たちや、あるいは小さなグループは記録しませんから、まあ、こういうものはきちんと、後世のために残しておかなきゃいけないと思ったのが、まあ、一番最初は、まあ、つかず離れず、参加しながら、調査をして、そして本を出したわけです。で、その次に、やはりこの運動は、その、あり方、つまり見た目とか雰囲気とか、プラカードの掲げ方とか、集まり方とか、人の歩き方とか、音楽のあり方とか、そういったことに特徴があるわけですから、その部分をちゃんと映像記録として残すということは大切だなと思った。まあ、これが一番大きな動機ですね。うん、で、この記録っていうのは、3.11 の時から、エンディングはあれですよね、ハッピーエンドなんですよね、確か。ハッピーというつもりもないんだけれども、2012年の9月で終えてるわけです。つまり、民主党政権が、30年代で原発ゼロ。うんを、実現するためにあらゆる政策資源を投入すると決めたところで終わりです。まあ、その後は後日談として、2015年、14年は原発ゼロで過ごしたというところまでは書いてある。ただ、まあ、もともと14年に作り始めて15年に、公開した映画ですから、そこまでしか作れない。で、15年に公開したときはたまたま、安保法制の反対運動と、まあ、タイミングが合いましたので、気の早い人たちの中にはですね、それを記録した映画だと思い込んだ人もいたようですけれども。あ、シールドの頃ですよね。はい。ですが、私は、基本的には30年後とか50年後とか100年後とかの日本語圏の人、あるいは、字幕は英語もスペイン語もドイツ語も、フランス語も中国語も韓国語もつけましたから、はい、DVD で買っていただければ、全部の字幕見れますし、で、各国でいろいろたくさん上映もしてもらいました。はい、で、まあ、人類の遺産として作ったつもりのものでしたから、はい、まあ、これは2012年の9月で一区切りをつけて、記録として残すべきだと思ったんですね。だから、発想形態として、要するに、例えば同時代の運動史というふうに考える人は、なぜ15年まで書かなかったんですかみたいなこと、記録しなかったんですかみたいなことを言う人もいましたけれども、まあ、これが例えばベトナム戦争の記録っていう映画だったら、普通73年か75年で終えるじゃないですか。そうですね。ですから、そういうものとして作ったわけです。はい。
今ね、海外でもたくさんね、上映されたっていうふうに、この本には書いてあるんですよね、どこで上映したとか、記録もあるんですけども、まあ、日本でもね、各地で上映、最初、アップリンクとかでも上映 してましたけども、海外での反応っていうので、印象残ってる、感想ってありますか？かれこれですから、アメリカは10都市、私ツアーして、公演と一緒に上映して回りましたし、それからヨーロッパは、ドイツで5都市ぐらい、フランスで3都市ぐらい、オーストリアとかスイスとか、ずいぶんいろいろ回りましたね。それから台湾もずいぶん回ったし、はい、行きはしなかったけれども、映画祭とかでかけてくれたのはインドネシアとか、韓国、香港、カナダとかね、それからメキシコもやりましたね。で、まあ、いろんなところでやって、そうですね、印象に残った反応としては、まず1は、日本の人がこんなに生き生きして、しているのを見て、とても私はたちは新鮮でしたというのが一つ。それから日本にこういう活発な運動があるということを見て、とても心強く思ったというような感動がもう一つ。三つ目はですね、私面白いなと思ったんですけれども、日本にはこんなにいろんな人が参加して無党派で、政党とか団体とかに縛られないで、参加できる運動があって羨ましいっていうそういう反応がありましたね。国によってはやっぱりその、すべての市民運動、社会運動がやっぱり政党と派別に区切られてしまっていると彼らは言ってましたけれども、うん、そういうところもありますから、うん、まあ、かえって日本の運動が羨ましく見えたという反応もありましたね。それはちょっと意外な感じがしました、まあ、どこでもそうじゃないですか、隣の芝生は青く見えるもんだと思いますよ。うんうんうん、まあ、私なんかから見たらね、やっぱ韓国とかって結構暑いなとか思っちゃうんですよ、近い国だと。なんかやっぱりそれに比べてやっぱ日本はやっぱりちょっとね、おとなしいかなっていうのを思うんですけども、まあ実際ね、2012年の夏にはあれだけの方たちが、官邸前に来たっていうことは、やはりそれだけね、この原発事故が本当に大きいものだったんだなっていうのを、まあ逆にそういったことをまあ実感するわけですけども、まあ映画、まあ、2015年ぐらいまでの状況が記録されているということなんです。いや、12年まで。公開が15年です。ごめんなさい。はい。で、まあ、そういったね、お馬さん、デモにも結構参加されたじゃないですか。まあ、そういった時にね、お知り合いになったんですけども、まあ、いろんな会議とかで、当時、まあ、その311以降の前、その映画に入ってるようなあたりから、まあ、もうちょっと、あとぐらいまで入れていいんですけども、その運動をね、まあ参加したり、この脱原発運動を見たりとかして、当時、こう、どういったことを感じられましたか、大熊さん。まあ参加って言っても、私は一緒に歩いたり、それから会議にたまにオブザーバー的に顔を出したぐらいですけれども、そこで見ていた一番の印象はですね、この運動はとても自発的な運動だなと思いました。英語で言うとスポンテイニアスっていう、その、スポンテイニアスってのは即興演奏っていう意味合いも持ちますけれども、どこが自発的っていうかというとですね、まあ、やっぱり運動が一番盛んに出てくるときっていうのは60年安保のときもそうでした。68年も最初のうちはそうだったらしいんですけれども、みんなが表情が明るいんですね。つまり本当にこれはやりたくてやってるっていうそういうものであるわけです。別にそれは、もちろん福島の人たちのこととか被災地の人たちのことは重く考えているし、なんですけれども、また福島のためにというふうに言ってるところもあったわけですが、やっぱりですね、私が一番最初に感じたことは、あ、この人たちはねばならないでやってるんじゃないんだと、つまり東京の人たちは本当に放射能が怖いから反対してるんだっていうのがはっきりわかりましたね。やっぱりですね、運動が私の考えで言うとあまり良くない形態の時はですね、
自分にはあんまり問題ないんだけれども、誰かのために我慢してやらなきゃいけないっていう、そういうふうになってくると、とても雰囲気が暗くなるんですね。ああ、はい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 。少なくとも2011年の時はですね、もちろん東京を中心とした運動しか見てないし、また記録、ここでは記録してないんですが、はい、この人たちは本当に自分たちが怖くて、恐怖を感じて、そして怒って参加してきてるんだと。いうのがよくわかりました。まあ、確かにね、やっぱり放射能がこう東京とかにもね、ブルーム来たりとかして、ね、一時期渋谷なんかも線量上がったりとかしてるので、まあ、本当に東京に住んでる人たちも、まあ、当事者であるっていうことは、まあ、本当に実際そうだったので、まあ、おっしゃる通り、まあ、そういった感じをね、こう受け、まあ、私も受けましたし、ね、やっぱりなんか誰かのための運動っていうのはなかなかね、しんどいですし、なんかやっぱり、ね、当事者が声を上げるっていうのは本当にこの瞬発力もあるし雰囲気も違うだろうなっていうのは、まあ、思ったんですけども、他になんかこう感じたことってありますか？何か。やはりそれはとても自発的な運動でしたから、まあ、2010年代の世界各地の運動ってそういう傾向はありましたけれども、あ、そうですね。まあ、SNS などで結びついて小さなグループが指導的な政党とか、うん、指導的な目立ったリーダーがいるという形でなく自発的に起こる運動、うん、まあ、それは、今のミャンマーの運動なんかもそうだと言われてますけれども、そういう運動の、比較的初期の時期の、まあ、オキパイウォールストリートは、2011年の秋ですから、この311の東京の運動より後であるわけですが、でもまあ、それより先に、エジプトのタハリール広場があったわけですね。まあ、だから同時発生的に世界で同じ状況の中で起きてきている運動だなと、思ってました、私は。はい。それで、まあ、運動の成果ってあったんでしょうか、小熊さんから見て。まあ、その運動の成果というのは、測るのはとても難しいわけですね。どんな、運動だけではない、例えば政党が台頭したとか、あるいは政治交渉で何かが決まったとか、あるいは結果として何かの、社会的な変化が生じたという場合に、一体何が原因で変わったのか、なんていうことをですね、一対一対応で見つけることはできません。まあ、経済の変化もあるでしょうし、技術の変化もあるでしょうし、投票行動の変化もあるでしょうし、その社会運動の効果もあるでしょう。世論一般が変わったということによって、という効果もありますが、じゃあその世論は何で変わったのかって言ったら、報道で変わったのか、社会運動で変わったのか、口伝えで変わったのか、それは検証のしようはありません。まあ、分かることは、要するに2011年、12年ぐらいを境にして、ある種の変化があったということと、あの時期に社会運動が、まあ、少なくとも東京ではかなりの規模で起きたということ、はい、それは2つあったということで、その間にどういう因果関係があるのかということについては、検証のしようはないですね。まあ、検証のしようはありませんけれども、直接的に目に見えやすい、つまり政党が動きました、あるいはその政府が決定を下しました、そういうものが運動の成果ですっていうふうに考えたがる人は、まあ、2012年の9月に、まあ、民主党および民主党政権が、ある時期を区切っての原発ゼロということを決定を下したということがあるわけです。まあ、それは成果だったかもしれません。でも運動の成果だけじゃなくて世論一般の変化だっていう人もいるでしょうね。それは、あるいはその時期にロビングとかしてた人とかは、私がロビングしたからだって言い張るかもしれません。でも誰がどういう効果をもたらしたなんかなってことはですね、こういう大きな社会変化の時には語れないことです。もっと大きな変化としては世論全体が大きく変化したことは間違いありません。で、おそらくね、そのやっぱり世論の変化っていうのは、まあ、今年の先日出た世論調査では、76% の人が、まあ、即時、段階的、まあ、合わせて 76% の人が原発いらないみたいな世論調査が出てますけども、まあ、やっぱり
直接的にはやっぱり原発事故の影響っていうのが、まあ、この原発問題に関しては世論につながってるのかなっていうふうにまあ思ってまして、まあ、ただこの映画にも入ってますけども、その2012年の夏に、官邸前に、ものすごい人たちがこう溢れて、道路が決壊して、こう、わーっと、まあね、あの光景がもう忘れられないとか、なんかすごい、やっぱりあれで、こう、やる気が出たっていうような人たちもいっぱい今いらっしゃるんですけども、まあ、その時にね、まあ、小熊さんもこれ、まあ、小熊さん、がいたからもある意味実現したっていうところあると思うんですけども、まあ私たちのメンバー何人かで、当時の野田首相に官邸でね、面談したっていうようなことがあって、まあ、やっぱりなんかこう、外から見たらまあそれで2030年代原発ゼロが民主党の決めたとどめになったんだなんていう話もね、されることいるんで、言いますけども、まあ私なんかは割と結構冷静なんで、後でやっぱり議員さんとかに聞いたら、まあね、この市民運動に対してシンパシーがある議員さんなんかは、やっぱりあれが良かったっておっしゃるし、まあそうじゃない方は、まあそれは関係ないんだってやっぱりおっしゃる方もいますし、まあただ民主党の中で私後になって、あの時、2030年の原発ゼロをどうやって決めたのかって、まあ、ちょっと聞いた時に、まあ、何人かで、こう、執行部みたいな方たちが別室で話をして、で、もうこれ、2030年でゼロで行こうっていう話をして、まあ、持って帰って、もう、多数決なしで決めたっていう話を聞いて、もう、で、これで行きますっていうことで、もう、こうみんな、まあ合意するっていうか、まあ中にはね、気に食わない人もいらっしゃったと思うんですけども、やっぱこの多数決取らないっていうのは、半減年でもそうなんですよ、会議で。多数決取らないっていうやり方でやってるんですけども。まあなんか、まあ今思えば、ね、まあ問題もあったと思うんですけども、まあ自民党政権だったらああいうことにもなってなかったかなっていうふうにもね、まあ思ったり、まあするわけです。まあここをね、今私が喋るところじゃないんで、ちょっと、また質問を続けますね。それで、そうです。まあ、運動の成果っていうのも、まあ、やっぱり官邸前で人がバーッと集まったことで、まあ、それからいろんな異臭の人たちが官邸前とか国会前で、何かあったら声を上げるとか、まあ、そういったような、まあ、レールが作れたっていうのは、まあ、一つあると思うんですけども、まあ、それで今後の、まあ、その市民の社会の運動について、こう、課題っていうか、そういったこと、今、小熊さんが、感じてることがあればちょっとお話聞きたいなと思うんですけど、運動の課題ですね。社会運動の課題というふうに言うべきなのかどうかはわからないですけれども、私が今現在、まあしばらく前からですけれども気になっているのは、はいはい、社会の側の変化に比べて政治の変化が著しく遅い。まあ、これはおそらく皆さん感じてると思いますけれども、はい。かつて、例えばですね、5、6年前、7、8年前、10年前ぐらいでしたら、政治が変わってないんだから、いかに、社会運動なり、市民運動なり、フェミニズムの運動なりがガチャガチャ言ったところで政治は全然変わっとらんじゃないかと、だから影響力なんか及ぼしてないんだっていうふうに言う人が多かったですけれども、最近だん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 どうも政治だけが変わってないだけであって、他はみんな変わってるんじゃないかっていうふうに思い始めてる人が多くなってきたように思いますね。わかります。はい。私も。で、その、これは先ほどのお話にもつながりますけれども、社会の変化とか、あるいは社会運動の成果という場合にですね、どうしても政治の変化というものをとても重く見るわけです。もちろん、重く見なければいけない側面は強いです。法律で決めたり、議会で議決しなきゃいけないことってたくさんあるわけですけれども、ただ、首相が一声言わなければ、社会が変わったとみなさないというのは、いささか発想が狭すぎるなとは私は思います。これは私の持論ではありますけれども、まず、世論が大きく変わった、まあ、それは先ほどおっしゃっていただいた通りです。原発事故の前は、原子力発電を減らすとやめるを合計しても、
28% ぐらいの人しか減らす、辞めるは言ってなかった。はい。ところが原発事故の後、事故直後はそう大きな変化はなかったんですけれども、うん、約半年から1年ぐらいの間に、うん、まあ、即時停止が 10% 強ぐらいで、まあ、段階的にやめるっていう、ゼロにするっていう人が 60% ぐらいっていう形で、7割から8割ぐらいの人は脱原発っていうのは、まあ、2012年ぐらいになるとほぼ定着してました。まあ、再稼働に反対っていうのも、まあ、50% 強から 60% ぐらいですね。で、もうそれはもう2012年以降ほとんど全く変わってないです。事故からしばらくすれば忘れるだろうとも言われてたわけですけども、ほとんど全く変わってない。むしろ最近の世論調査ですと、事故直後ではこういう反応はなかったんですけども、原子力発電は他の発電より安上がりと思いますか、高くつくと思いますかという世論調査で、まあ、今年の1月に行う発表されてましたけれども、安上がりだが 28% で、高くつが 50%、うん。で、原子力発電が地球温暖化の防止に役立つという意見があります。これを納得しますかというのに対して、納得する 28%、納得しない 55%、うん。こういうのは2012年ぐらいでもなかったでしょう。その後の技術の変化なんかもあって変わっていったものでもあると思います。はい、で、実際に日本の原子力発電というのはほとんど動いてないに等しい、うん、状態ですよね。今年に入っても正月の時点で3基、今でも4基かそこらですから。大体 5% 以下ぐらいですもんね。はい。大体 5%、まあ、19年が一番多かったですけど、6% 強ですね、うん。はい。で、これも私の持論ですけれども、ドイツは昨年 12% 原子力ですから、発電量の。ドイツよりもむしろラディカルに脱原発してるわけですが、ただドイツの方が変化が大きく見えるのはなぜかというと政治家が宣言したからです、うん、そうですね、実際に起きていることっていうのは大して変わらないといえば変わらないんですが、政治家とが宣言して、脱原発というふうに言ったかどうかが一番違うといえば一番違う。ドイツも2年後に辞めるって言ってますけど、本当に辞められるのかどうかについてまだ分かんないですけれども、ただまあ日本はそういう意味では政治の側がそれをやらない、うん、ところが一番、遅れてるといえば遅れてると言ってしまってもいいとは思いますね、うん、はい、そうですよね。だから脱原発も私たち官邸前抗議とかデモとかまあやってたんですけど、2012年の夏ピークで ご存知の通りに、で、絶対ピークって下っていくじゃないですか、何にしても。なので、やはりここは組合の人たちとももっと仲良くして一緒にやらないといけないなと思って、まあ、さようなら原発と、あと共産党系の、全国連絡会、原発をなくす全国連絡会の両方の頭の人に、2012年の秋か冬ぐらいに声をかけて、一緒に何かやりませんかっていうことをね、提案させていただいて、まあ、それでもう本当にすごいね、歴史的に一緒にできない事情がある2社なんですけども、やはり原発問題なんで、それはぜひっていうことで、本当に両方ともリーダーが素晴らしい方で、でそれでノーニュークスデイっていう、うちと3社でっていう取り組みを、まあ、何回、6、7回ぐらいですかね、まあ、やったっていうのがあったんですね。で、その後で、まあ、野党共闘とか、そういったことになって、で、私、やっぱりこう、今おっしゃったね、政治は遅れているということを、すごく、いろんなところで、まあ、私の行ける範囲のところで、こう、講演するときには言うんですよ。で、じゃあ社会運動、市民運動っていうのはやっぱり進んでる社会の意識の変化の方が早いわけじゃないですか。で、やはりね、そういった社会の早い変化と遅い政治、それ原発村とかもそうだと思うんですけども、まあ、そういったものを橋渡しするのも一つ市民運動の役割として今あるのかなっていうふうに最近すごく思ってるんですけども、小野さんどう思います？あんまりピンとこないか。いやいや、それは大切なことだと思いますよ、すごく。はい。社会運動っていうのはもちろんいろんな種類のものがあるわけですよね。デモンストレーションも一つの方法ですし、ロビングの方が大切だっていう人もいれば、街づくりの方が大切だという人もおり、まあいろいろ社会運動と呼ばれるものは、それはあるわけですけれども、
やはり社会運動というのは、何をやってるのかというと、結局はつなぐ仕事だと思うんです、私は。人をつないで問題があるところから、はい、問題が起きてないということしか知らない人たちのところにつなぐ。で、つなぐことによって問題の存在を知らせるとか、あるいはそれによって意識を変えるとか、あるいは、問題が起きて困っている人たちのところに、つなげて、助けを、結びつけるとか、あるいは、政治の側に結びつけて、対応してもらうとか意識を変えるとか、そういうことっていうのは大切なことですよね。ですから、まあ、私はデモンストレーションっていうのは要するにまさに文字通り見せるということで、つまり自分たちは怒ってるとか反対の意思を持ってるということを見せることによるコミュニケーション行為だと思ってますから、まあそういう、運動の一つだと思います。まあですから政治家なり政党なり政権なりとつなぐっていうのはもちろんそれは正しいやり方だと思いますよ。ね、なんか私もやっぱそういうのがあったので、その2012年の末、3月末から関電前抗議始めて、もうすぐに、その大井原発再稼働させないようにっていう、こう、申し入れができないかっていう、こう、ルートを探してたんですよね。で、ひとまず、まあ、内閣府の方には申し入れしたんですけども、やっぱりなかなか、こう、野党の議員さんたちは、こう、気にかけてくれるんですけど、やっぱりね、与党までなかなか持っていけないっていうところで、小熊さんが、まあ、私たちが模索してるっていうお話をね、こう、耳に入れてくださって、まあ、菅元首相に、こう、連絡をしてくださって、まあ、その、官邸前に集まってる人たちの声を、官邸で、首相に届けることができたっていうことがあったんですけど、あの時にね、私、すごい聞いて、感動したのは、こう、小熊さんが菅さんに連絡された時に、原発止めろとかって、こう、迫ったわけではないんですよね。民主主義ならば、これだけの人が集まっているのに、会わないのはおかしいっていうふうなことを、メッセージを、お伝えしたっていうふうに聞いてるんですけど。その通りです。はい。ね、まあ、これだけの人が集まっている官邸の前にですね。で、しかも集まってる人っていうのはもちろんその日本の有権者1億人の中の10万人か20万人かもしれませんけれども、うん、体運んでここまで来てる人がこれだけ多いっていうのは、その背景にその100倍か200倍はあると思った方がいいわけですから、そういう意味では、きちんとここで会うというのが民主主義国家ということを示す一番いい方法だと思いましたし、まあ、政府なり、政党なり、政権なりというのが信頼を回復するためにも大変いいことだと私は思ってましたよ。ね、確かに。ただ、これ私がこの、そこでですね、うん、まあ当時の菅直人氏に、その連絡を取ったことは事実ではありますけれども、ただ私のやったことを過大評価する必要はないと思います。これは、私がたまたま、そういう時にそれを伝えられる立場にいたということは事実でしょう。で、また、私がそういう立場にいながら、ああいうデモに、顔を出していたり、参加していたことも事実です。しかし、歴史家として言うとですね、30年前とか50年前とか100年前とか、他の国の例をたくさん調べてると、そういう人っているもんなんです。どこかに1人や2人や3人ぐらいは。でもその人が1人で動き回ったからって何が起きるわけじゃありません。それはあくまでも首相官邸の前に10万人、20万人集まっているという状況があって、そこにたまたま一人そういう連絡をつける人がいたというだけのことで、別に私にスーパーパワーがあったわけでも何でもないですよ、そんなものは。まあでもね、やっぱりそういったね、偶然のこの、なんていうこう、編み込まれていく中でも、結局やっぱりそこで誰かがどういう意思を持って動いていくかっていうこと、で、まあ、いろいろやっぱ変わっていくのが私は、こう、運動だと思ってるので、やはりそこは、そこに大熊さんがいたのといなかったのでは、この展開大きく違ったなっていうふうには、まあ、ね、もう当時はもうそれどころじゃない、もう忙しくて、こう、振り返る暇もなかったんですけど、やっぱり後になると、まあ、そういったようにね、まあ、思うわけですけども、まあ、それで、まあ、市民運動のね、今後の課題っていうのは、やはり、
まあ、今話したような中に、まあ、いろいろこう散りばめられていると思うんですけども、まあ、原発事故からまあ今10年ということで、まあ、さっきと話が重複するところはあると思うんですけども、政治や社会は変わったかっていうのは今話に入ってたような感じですよね。そうですね。ただ映画の話に戻させていただくと、はい、私この映画、まあ、人の見方によっては楽観的なトーンで終わってるというふうに言う人もいます。はい、で、これはある種、まあ、大学の授業なんかで上映してもらうために104分版を75分版に短縮したわけですけど、まあ、講師は変わってないです。これから上映するやつは。はい、皆さん、この後下にリンクが出ますから、下のリンクからちゃんと見てくださいね。このまま見てても上映されませんからね。で、下の、はい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 。で、まあ、ある種、多様な人々、まあ、これインタビューしてる人は女4人男4人、私ジェンダーバランスも考えましたし、上は首相からアナーキスト一般店員までいろいろ含んでるわけです。福島の被災地から避難してきた人もいるわけです。でそういう多様な人々が、まあ、オランダ人もいますけれども、いろんな関わり方をしながら最後官邸の前に集まってきて、でまあ、締めの映像としてはやっぱり首相に会うというところまで行くわけですね。うん、だからタイトルは、英語のタイトルはテレザ・プライム・ミニスターっていうタイトルを作ってて、はい、まあ、他の国で上映したら、日本の運動はすごいこんなに首相に会って交渉するところまで行ったんだって言った人たちも結構いましたけれども、うん、私は当時から、やはりこういう、場を作る、でそれを日本の歴史に留めるっていうことはやっぱり大切なことだと思ってました。ですからそれを含めて映像記録を作るということができたというのは、私としては日本の社会にある種の貢献を成し得たかなとは思ってます。はい、いや本当にねそう思います。でまあそのねあとは結局ね政権交代してこの脱原発の運動っていうのは、まあ、そっからが私はね、まあ、茨だったなっていう、ある意味、まあ、今も続いてますけども、まあ、そういうふうに思うわけですけども、この原発事故から10年で、やはりこの作品っていうのも、まあ、改めてこう振り返ってみて、で、やっぱりこの映像の中の空気感と、今の空気感って、やっぱり随分ちょっと変わってきてるのは、そう変わってきてるわけじゃないですか。それなんかも含めて、まあ、今後原発事故から11年目になるわけですけども、まあ、政治やねこの、まあ、市民運動でもいいです、エネルギー政策とかっていうのは、まあ、どういうふうになっていくのであるかとか、こうどういった課題があるかとか、今小熊さんが、すごく思っていることがあればちょっとお話しいただきたいんですが、これは別にエネルギー政策について言うと、私じゃなくても専門の人は皆さんそうおっしゃるんじゃないかと思いますけれども、原子力発電を日本で維持している意味はほとんどなくなりつつあるということはほぼ共通した意見だと思いますけどね。それは政府が政策的に援助したりお金を注いだりしているから原発産業が維持されている、というのが現状だということについてはもう皆さんよくお分かりではないでしょうか。もう安く原子力発電の方が高くつくという意見の方が多数派でもありますし、たまたま私の報道で見た記事ですけれども、原発関連企業の合同説明会に参加した学生の数というのがあるんですが、2010年度、事故の直前は1903人、合同説明会に来てたそうですが、20年度は439人だそうです。もう、もう5分の1ぐらい に縮んじゃったわけですよね。もう未来の際ない産業だっていうことは、学生もみんな分かってるわけです。もうそのことについては、誰も疑ってないんじゃないですかね。ただね、私の、どうぞどうぞ、はい。はい。で、もうこれは無理をしないで、まあ、強いて言うと、もうこれは、政府できちんと決めて、電力会社なり関連産業なりが安心して撤退できるような政策的措置を
決断するということしかないだろうと思います。それはもちろんお金の事情を考えるとそんなに簡単に会社としては辞められないっていうのはあるんでしょうから、そこの部分をどういうふうにして、国なり何なりで措置する。それはこれまで推進してきた、責任というのが国の政策にあるんであれば、それはやらざるを得ないだろうということは言えると思いますけどね。まあ、そこの政治的決断ができないもんだからずるずるやってるっていうふうにしか見えませんけどね。そうですよね。だから私、野田さんと会った時に、いやもう政治が決断すればいいんですよっていうことを進言したんですけども、やっぱりそうなんですよね。結局こうするぞって言って道筋をこう作っていくっていうのはもう世論はもう十分に達してるわけじゃないですか。脱原発を望む人が多いっていう。で、その通りに政策がなってないっていうのはやっぱり非民主主義的であるっていうのはもう否めないですし、まあそこがね、ちょっともう今市民運動というよりも政治の課題みたいなところに難しいものがいっぱいあるんじゃないかなっていうふうに、まあ、思ったりとか、まあこの野党共闘とかもね、こうあったりしますけども、それもどうなるんだろうなっていう、ちょっと、心配ありますね、私は。2011年、12年当時に感じていたような恐怖の状態を現在まで維持しろっていうのは、要求するべきことでもないし、恐怖の状態にいないことはむしろ非常に幸せなことです。ですから別に緊張感が薄れたとかそういうことは批判するようなことじゃないと私は思ってますけれども、ただ現在は2011年12年当時だったらですね、当時私よく覚えてますけれども、命か経済かっていうそういうスローガン掲げる人多かったわけですよ。つまり、その原発を推進するのは経済的にはいいことだけれども、命の方が大切です。そういう言い方をする人がいたわけです。だから私はその頃からその言い方はどうだろうなと思ってましたけれども、もう現在となっては原発の方が高くつくっていう意見の方が多数派になりました。で、2011年、12年当時でしたら、政治として決断するといっても、いやいや、まだまだ経済合理性は原発にあると思ってた人が多かったでしょう。でも今となってはもうほとんどそういう状態ではないですよ。ですからもう今の方が政治的決断はずっとやりやすくなってるはずです。しかしにもかかわらず、それができないのはどうしてかっていうことになってくると、まあこれは、多くの人もやっぱりそう感じてると思いますけれども、狭い利害関係者のサークルで政治が決まってることが多いから、これは日本だけのことじゃありませんけれども、ただこれは政治家の方々もある意味で言うと悩んでいて、つまり、狭い利害関係者のところ以外に回るところがない。つまり、昔だったら、商店会と町内会と、それから町の自治会のやってるお祭りに出れば大半の人に会えたわけですけど、今は商店会や町内会に回っても利害関係者と高齢者しか会えないわけです。他の人はどこにいるのかっていうことが政治家にとっては大変な悩みの一つですよね。しかし、一般の人々はおそらく多くの人は自分たちは政治家に会う機会もなければ何もないと。どうせ彼らは自治会と町内会のお祭りを回ってるんだろう、商店会や業界関係者のところだけ回ってるんだろうと思ってるでしょう。これはお互いにとって非常に不幸なことなので、かつまたやっぱり政治家も人間ですから、普段会ってる利害関係者の声を一番頭の中にインプットされます。普段から電力関係の利害関係者とかそういう人にしか会ってないような人たちっていうのはやっぱりそういうふうに頭がどうしてもなってってしまう。だからそこのところはとにかく面倒でもできるだけ会うなり、面と向かって言わないまでもその、明確に反対の意思を示すとか、そういうことも一種のコミュニケーション行為ですから、反対の意思を示すのはディスコミュニケーションだって言う人もいますけれども、無視する方がよっぽどディスコミュニケーションですからね。ね、あとやっぱりそれにまあ伴ってるような話で、やっぱり投票率の低さっていうのも、やっぱり政治家をちゃんと選びきってないのかなっていうようなこともね、はい、今後の課題であるのかなって思いますけども、そろそろこのトークのお時間が迫ってまいりました。トークはこれで終了しますけども、この後、10時から、これね、別のチャンネルになるので、これ後で出ると思うんですけども、ちょっとこう移動していただいたら、この首相官邸の前で、この映画をご覧いただけます。このままのこのチャンネルだともう閉まっちゃいますので、映画のチャンネル、ホームページの方で、わかります。ぜひ、切り替えてね、ぜひ見てください。すごくいい映画だと思います。はい。じゃあ、小熊さん、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。はい。はい、じゃあ、これで次、これいきます。はい、10時からまあ、10時です。間髪開けずにはやらないんですね。はい。そうですか。うん、はい。皆さん見てください。じゃあ、この間に皆さんお茶を飲むなり、トイレに行くなり行って、それから、どうぞ見てください。はい。はい、私も見ます、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。精神科医の加山理香です。東日本大震災から10年という節目を迎えました。あの大震災で尊い命を失われた方のご冥福を改めてお祈りしたいと思います。また、そのご家族の方たちの心が少しでも平安なものでありますように、合わせてお祈りをしたいと思います。さて、あの東日本大震災、そしてそれに、伴う福島第一原発の大きな事故、それは私たち日本の社会に暮らす私たちの気持ちというもの、心というものを決定的に変えたというふうに私は考えています。あの第一原発事故によりよって多くの方たちが不安や恐怖を感じ、そして心の傷を受けました。まあ、それはもちろん原発の近くにお住まいでもうそこに住めなくなってしまっている方、あるいは未だに避難を続けている方たち、あるいは本当に実際に放射能の被曝を受けた方たちという方の心の傷というのが一番大きいわけですが、それ以外でも、それ以外の地域に住まれている方、もっと言えば日本全国の方たちがこれからどうなってしまうんだろう、あるいは放射能の被害というのがどこまで及ぶんだろうということで、まあ、大きな恐怖と不安を感じて何らかの心の傷を受けたと言ってもいいかもしれません。で、その後遺症のようなものがその後もずっと続いているという方もいます。で、これらはこういうことを言いますと今度反論する方もいます。それは気持ちの持ちようだ。そんなこと気にしなければ不安や恐怖も感じないんだから、まあ、その原発事故が原因で PTSD になったとか、あるいはさらにそこからうつ状態になったというのは、これはその人が気持ちが弱いからだとか、心の持ちようが明るく前向きじゃないからだというふうに言う人もいます。しかし、今の精神医学では、例えば何か大きな心の傷を与えるような出来事があったときに、まあ、それが何年も経ってからその人の心の健康に影響を与える PTSD やあるいはもっとその他のうつ病のような疾患に発展するというようなことは、これはただの思い過ごしや気の持ちようではなく実際の疾患なんだというふうに考えています。で、そういったものをじゃあ癒すためにはどうすればいいかということですが、これはとにかく原発をもうやめる、原発はすべて廃炉にしていく、そしてそれに代わって自然再生エネルギーにすべて電力をシフトしていくという方針を力強く打ち立てる、こういった方針が何か決まるということがその方のそういった心の傷というものを癒すことに私は役に立つんじゃないかというふうに思っています。ところが皆さんもご存知のように、私たちの日本は未だに原発に依存することをやめようとせず、さらに今再稼働の問題、あるいは新しく原発の、関連の施設を建設するといったような話も出てくるなど、この、原発への
依存をやめようとしない、そういう状況が続いています。このようなニュースが繰り返し報道されるたびに、原発事故で心に傷を負った人たちの傷がえぐられ、フラッシュバックが起き、治るはずの PTSD やうつ症状も治らないというようなことが、未だに日々再生産されているのではないでしょうか。そういった心の健康被害に陥る、あるいはそれが再生産されるということを防ぐためにも、ぜひ私は日本の国のレベルで、もう日本は原発をやめるんだ、すべての原発を廃炉にするんだ、そして新しいエネルギーにシフトしていくんだという方針の打ち立て、もちろんそれはもうすぐにはできないと思います。すぐに来年から全部そうしますなんてことはできない、それはみんな分かっています。ただそういったこう方針やそれに向かう工程表をきちんと見せてくれるだけでも、多くの人たちは希望を持って自分が苦しんでいる心の健康被害、それを少しでも和らげるということができていくと思います。まあ、私たち日本に住む、日本社会に暮らす私たちが少しでもまた社会への安心感や信頼感を取り戻して、希望を持ってこれから先歩んでいくたびにも、ぜひこの原発というものからの脱却、そして自然再生エネルギー、再生可能エネルギーへのシフトというものを、これ強く方針として国に打ち出していただきたい。私はそう願っています。